皆さんこんにちは、こんばんは、ダオです。今回はワイルドラッシュという動物のガチャと、あとはひよこさん狙いでガチムシドリのガチャをまた回してきましたので、それも後で紹介したいと思います。海洋堂から発売されているガチャガチャ、ワイルドラッシュ3新世界動物誌第3章極地北極圏編です。今回は北極圏で暮らす動物たちがフィギュア化されています。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回400円のガチャで全部で5種類となっております。裏はこんな感じです。私がこの中で一番欲しいのはこの北極キツネなんですけど、それを狙って2回回してきましたので、それでは当たったものを紹介していきたいと思います。さっき開けたカプセルの中に入っていたのは、せーの、お、当たったのは一角です。袋の中身はこんな感じです。よっと、これで完成です。ぐるっと回すとこんな感じです。触り心地はツルツルしていて、ところどころに模様が入っています。お腹の模様はこんな感じです。顔はこんな感じです。この角みたいなのは歯が変形した牙だそうです。めちゃくちゃ細くて、油断したらバキって折れそうなぐらい細い造形になっています。この牙はよく見ると螺旋状になっていて、溝が入っています。そして先端の部分は白くなっています。台座にくっつけてみるとこんな感じです。それではもう一つの方を開けてみたいと思います。せーの、お、おお、なんか包まれてる。当たったのは蛇行牛です。ぐるっと回すとこんな感じです。結構重さがあって、ここと足の部分は白っぽい色になっています。こういう細かい毛の流れというか毛並みも綺麗に造形されています。顔はこんな感じです。
体がどっしりとしていて、この顔なんで迫力があります。足の形がそれぞれ違う形をしていますので、もしダブってしまっても一つ一つ違う置き方にすれば、それぞれが違った形をしているようにも見えて、面白い造形だなと思います。それでは次はガチムチドリを開封したいと思います。ガチムチドリ2です。1回400円のガチャで全部で5種類となっております。裏はこんな感じです。前回10回回してきたんですけど、ひよこさんだけが当たらなかったので、今回はひよこさんが出るまで回してきました。4回回して4回目でやっとひよこさんが1つ当たってくれました。前回も10回回しているので、全部で5種類しかない割には結構回したなっていう感じです。ひよこさん以外はこんな感じです。今回は4回回して1つもダブリがないので、パッと見はいい引きをしたように見えるかもしれないんですけど、前回と今回で合計14回回してひよこさんとあと川蝉さんが1つずつしか当たらなかったので、ちょっと偏った結果になってしまったなと思います。このダブった分はもうこのままにしておこうかなと思います。台座をつけるとこんな感じです。このガチムチドリのシリーズはどのガチムチドリも筋肉の造形がすごくて、正面もかっこいいし、後ろ姿もかっこよく作られています。顔はこんな感じです。筋肉はガチムチなんですけど、顔は可愛らしい感じになっています。今回のラインナップはすべて前回のガチムチ鳥の色違いになっていて、ひよこさんも実はスズメさんのカラー違いになっています。パッと見た感じでは分かりにくいかもしれないんですけど、こうやって2つ並べてみると色が違うだけで造形は同じだということが分かると思います。ワイルドラッシュ3新世界動物史第3章極地北極圏編とガチムチドリ2の紹介はこれで終わりです。一番欲しかった北極ギツネが当たらなかったのはちょっと残念だったんですけど、でもこのシリーズはどの動物もクオリティが高いので、またこのガチャを見かけたら北極ギツネ狙いでまた回そうかなと思います。ガチムチドリはガチャの置いているところとか通販をしているところが他のガチャに比べると少ないっぽいので、前回と今回で結構回したんですけど、無事にコンプリートすることができて良かったです。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。